倉庫にある鋼鉄製中2階、ビルバオの地下鉄駅にある中2階、中2階、またはメザニンは建築物の主要な階層の中間にある床であり、通常は階数に数えない。中2階では天井が低くバルコニーのような形状をしていることが多い。劇場では一番低いバルコニー、またはそのバルコニーの最前列から数列の席をメザニンと呼ぶ。 中二階は壁から張り出し、下の木座端を完全に覆っていないという形状のものが多い。つまり、中二階とすぐ下の木座端は天井を共有している。中二階は一階と二階の間にあることが多いため、中二階と呼ぶが、それより上の階層に中二階構造がある建築物も,も珍しくない。アンドレアパラーディオの流れを組む建築では、 天井の低い上層階をメザニンと呼び、使用人の部屋や収納に使った。スタジアムでは観客席の中でも階層の先端数列をメザニンと呼ぶことがあり、遮るものがなくプレーを見やすいことから高めの金額設定になっている。鉄道駅では駅の出入り口のある階層とプラットホームのある階層の中間に中2階を設けることがあり、そこで各種サービスが行われる。 それには、改札口やプラットホーム間の乗り換えアクセスが含まれる。特にプラットホームからその階層が見える構造の時、中2階と言われることが多い。エレベーター等の略号では、正規の木座橋の間にある木座橋には、M を使う。例えば、1階と2階の間の中2階は、M2、5階と6階の間のいわば、中6階は、M6、1階と、 地下1階の間の中地階はメガバイト、建物内の正規の最上階と屋上の間の木座端は MR と表す。産業におけるメザニンあるいは中2階は固定の階層の間に半固定の床を設置したものを言う。積層棚とも呼ぶ。メザニンは通常独立しており解体したり再配置したりできることが多い。商用に販売されている。 メザニン構造は主に鋼やアルミニウムやファイバーグラスでできている。そのようなメザニンの床面の素材は用途によって異なるが鋼鉄やアルミニウムやファイバーグラス製で穴あきのものや木の板で覆ったものなどがある。メザニンは小売店の陳列棚のように器具や原材料などを保管する場所として使われる。メザニンを設置するには天井が高い方が良い。倉庫。 配送拠点、工場などでよく使われる。一般に、そのような用途の建物は、天井が高く、メジャニーはその空間を、上下方向に有効利用できるという利点がある。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、メジャニン、インスイクロプギアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。